ノクさん、暗号通貨のメッセージありがとうございます。まあ、私の考えを、ね、申し上げますと、暗号通貨はいわゆるね、もうこれも話したと思いますけども、ほとんどの通貨は、特定の通貨以外はもうペンペン草も生えない状態になりますので、もう、ね、なかったことになります、最初から。でよくね、ICO とかで資金を集めた暗号通貨あったと思いますけども、あれは全部ね、ペンペン草ですよ。皆さんが知ってる暗号通貨すべてペンペン草です。ICO で、注目されたのはね、有名人が進めてみたりとか、なんかね、こうだあだとか言ってるものはすべてペンペン草ですから、期待してる方がいるとしたら、これはちょっとね、気の毒だなと思います。最初のだからプレセールからだいぶ話が変わってきてると思うんですよ。その片鱗もないみたいなものばかりだと思いますし、もう今すでにですね、私いろんな調べ方をお伝えすることができるんですけども、例えばね、公式サイトとされているものとか、ホワイトペーパーの記載されているサイトがその暗号通貨 ICO にあるとしたら、そこのアクセスをちょっと解析してみてほしいんですよ。そのぐらいはやっぱりね、できる人が暗号通貨扱うべきだと思いますけども、ほぼね、更新もされてないですし、アクセスも集まってないと思うんですよ。ということはもうね、実動してないってことなんですよね、公式サイトすら。まあ、それに引き換えると、やっぱ特定の私がこれはと思ってるね、いくつかの通貨っていうのは当たり前のように通貨として使われているし、当たり前のように決済されているし、出来高もしっかりありますしね。それから公式サイトっていうのは計画倒れではなくて、きちんと計画が進んでいるか、ロードマップがどんどんね、進捗が進んでいるか、それから新しい投資家さんが集まってきているという形で、結局ね、その有名になり続けないと売れないわけなんですよ。で、知られてなければ使われないですしね。それからやっぱ使いやすいものでないといけないと思います。で、何をもって使いやすいとするかっていうと、最初の計画通りに世の中のニーズが追いついてきてるか、要するに実需があるかってことになるんですよ。さあ、いろいろとご託申し上げましたけども、もうちょっとシンプルに申し上げましょうか。暗号通貨、まずはね、ビットコインかなと思いますね。やっぱりビットコインが王様になると思います、ここから特に。で、それを裏付けるものとして一つ申し上げたいのは中国ですね。中国の高級官僚や、それからね、中所得者、低所得者に至るまで、今中国から資産を海外に逃がしつつ、国外にですね、亡命している動きがかなり出てきました。これね、やっぱりね、アメリカの締め付けとかが本気になってきたのと、中国国内で食糧難が起きて、それから暴動にもつながったり、粛清が今年の1月ぐらいから粛清がものすごく進んでるんですよね。なんでもってね、もうね、勝ち目がないわけなんですよ。だからもう胃の一番に逃げないといけないと。で、下手なことを言ったりやったりすれば、それこそ逮捕されてね、自分も投獄されたり粛清されるっていう恐怖がありますんで、もう一日も早く逃げたいんですよね。で、日本でいう平均年収300万とか400万の人も、もうね、逃げ始めてるわけなんですよ、海外へ。で、場合によっては高級官僚なんてのは、亡命するためのその内部資料を携えて逃げてるんですよね。で、それに対して中国政府っていうのは、国民からパスポートを取り上げ始めてるんですよ、要するに海外に行けないようにね。で、先日もゴムボートで逃げようとした、市民をね、巡視艇が発見して、連れて行っちゃってどっかにいなくなっちゃったみたいなね。これ12人ぐらいの脱出だったと思いますけども、そういう風な海上封鎖も、もうそんなね、ゴムボートで逃げる人まで追っかけて捕まえるみたいな感じなんで、これからもしかしたらね、警備隊もそのまんま警備に行くと称して逃げていくんじゃないかなとかね。それから軍艦とかが尖閣諸島に行って、交戦するのかなと思ったら、そのまま敵陣営に駆け込んでいったりとかあるのかなと思っちゃいますけどもね。まあ、これはね、まあ、私の予測も半分入ってるんですけども、で、何が起きるかっていうと、資産の、ね、持ち出しが起きるわけなんですよ。ということで、中国っていうのは資産をどんどんロックし始めたんですけども、それにやっぱり逃れるように、ビットコインに換金して、もしくはその他の足のつきにくい暗号通貨に換金して逃げているっていう、そういうふうなね、準備もしているってことも、だいぶ聞こえてきましたんでね。となるとですね、海外持ち出し資産のために暗号通貨の特定の何かが買われるってことがあると思います。で、買って海外に逃げて、持ち出すというね。で、それが多分ビットコインになるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ビットコインじゃないかもしれないですよ。私はビットコインだと思いますん で今だから価格がいくらだったっけな、ビットコイン、今日の時点で122万4966円なんですけども、これ130万円は突破した時に150万、170万、200万っていうふうにドンというふうにね、ブレイクするんではないかなと思ってます。少なくともこっから100万円を割ったりとかね、かなりもう数年もうしないんじゃないですかね、もう金輪際100万円を割るってことは。考えられるのは、大量にビットコインを持ち出した、その特定の国の人がですね、落ち着いた先の国で
その国の通貨、例えばドルとかに換金してしまうことですよね。そのぐらいしかビットコインが手放されることってあんまり考えられないかなと思いますけれども、まあなんせね、数百人とかいうレベルでの亡命じゃないですからね、数千人から数万人の単位で国から逃げる人がこれから出てきますんで、今のうちにね、やっぱこうビットコインというのは1枚2枚仕込んでおくのはそんな悪いことではないと思います。まあ、少なくともこれはね、下がる可能性がむちゃくちゃ低くって、値上がる可能性は非常に高いというふうな、これはテクニカルではないんですけどもね、ファンダメンタルなんですけども、そういうふうに考えてますね。世界情勢から考えるとそういうふうになってるかなと、それから人の心理とかね、人口の増減とか考えるとそうなるかなというふうに思わざるを得ないかなと思ってますね。どうなるかは分かりません。それを裏付けるためのテクニカルを見つけていかないといけないと思いますけども、まあそうなるんじゃないですかね。ただね、ここで言えるのはビットコインがそれに使われるのか他の通貨が使われるのかいまいち私分からないんですよ。まあ、ですんで何かの暗号通貨は多分ね、ペンペングサと私が言っていた通貨がブレイクするかもしれません。見放されたようなね、通貨がネムだったりするかもしれないですし、それこそね、なぜかノアコイン脚光がね浴びられるかもしれないですし、私は ADA であってほしいなと思うんですけどね。まあだからこれから私もちょっと作戦の一つでもあるんですけども、YouTube をはじめとしてそのアウトプットするものの中にどの通貨を目立たせるかっていうのが情報発信者の仕掛けの一つになってくるんですよ。そうすると、おなんかこの通貨盛り上がってるみたいねって感じた人が多ければその通貨が買われますから。ですんでね、これ今回の動画のまとめになりますけども、ある特定の通貨の値上がりを望むんだったら、その通貨の何がいいのかってことを値上がりを望む人が情報発信しないとダメですよ。で、情報発信せずに持ってるけど人に言わずに黙ってるだけ、待ってるだけになると、もうそんな値上がりするわけないじゃないですか。人に知られないわけですから。しかもね、上がってほしいと思ってる人がそれを言わないわけですから、上がんないですよね。これはダメだと思いますよ。で、少なくとも自分の持ってるね、私だったら ADA っていう通貨、よし値上がりしてほしいぞと思ったら ADA いいですよって言いまくらないとダメですよね。まあ、そういうところから、じゃあ何がいいのか、どうしていいのか、どういう、こう気持ちで自分はその ADA にかけてるのかっていう溢れる思いをどん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 お伝えしていくことだと思います。いくら儲かった、どのぐらい儲かったっていう風な自慢話をねするとね、私は逆効果だと思うんですよ。なぜならそれは儲かったんだったらもうチャンスないじゃんと思わせちゃうんですよね。で、そうじゃないと思います。どのぐらいこの通貨には可能性があるのかってことを分かりやすく伝えることによって、じゃあ今のうちに仕込んどこうかなって思っていただくような、この人の気持ちをね変えていくのが大事だと思うんですよね。まあ、そうなるとやっぱりね、私はもうあの通貨ダメだろうと思ってますんでね、あの通貨のことを出すときはもうダメだろうっていうんで、私の言葉に影響を受けて売る人はどんどん増えますんでね多分ね。だからあの通貨とかこの通貨はもうね見放した方がいいと思いますけどね。はい、では失礼します。